ワラジロニューオードリーココナ役の岩見真中です。皆さんこんばんは。同じくワールド大スター静香役の長谷川育美です。この番組は演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中、そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です。うん、始まりました第61回なんですけれども、はい、今日がですね2月22日、うん、まあ猫の日なんですね。そうなんです。そんな中皆さん、はい、皆さんからタイトルコール案を 送っていただきました。はい、それはありがとうございます。それについてはありがとうございます。本当に感謝してます。ですがもう 100% で猫だと思う。うん、もう純度100の猫でした。そうなんです。まさかまさか222だからって猫を送ってくるなんて。いやでもちょうど2月に私が X で、うん、あの猫の話題に触れていたから、うんうんうん、きっとそれもあって皆さんね、うん、気を使ってくださったことでしょう。ですが我々は犬にしました。やっぱひねくれてるので、あの猫犬にするって言ってワンルド大スターラジオワンルド大スターラジオです。今日に限ってはそうなんです。今日だけワンルド大スターラジオでやらせていただこう。そうそうそう、世の中が、ね、猫で盛り上がってる中、はい、ここはワンで貫き通したいと送ってもらっといて。いや本当そうなんです。本当にごめんなさい。だし猫派だし、うん、私は犬好きなので。私犬派なので。あ、ここでもちょっと、はい、でしたけれども、いやそんな感じでタイトルコールは犬でやらせていただきました。そして、はい、皆さん何かに気づかないですか。皆さん何かに気づかないですか。皆さんちょっと照明眩しくないですか。ああおっとおっと、あれえあれあおあなんか指輪してる。あ、なんか似てません。似てる。あれなんか見たことあるマークが。あれこれはもしかして、しかしてこれしかも、あ、内側ピンクと水色、うん、あれあれこれってことはこれもしかしてコラボワールド大スターとユートレジャーさんのコラボもしかして受注生産終わってる。もしかして終わってるってことは今みんなもう手に入らないってこともしくは手に入ってる、入ってる人もいるし、入る入ってない、今知った人も入らない、手に入らないってことは見てもらったもろたもろたなんで今アクセサリーね、いや、あのリングをいただきまして。そうなんです。めっちゃいい、日常使いしやすい感じの、ね、うん、いいかわいいシンプルな。そう、よく見るとね、あの髪飾りが、うん、そうなんですよ。ココナと静香のかわいいついてるんです。マークが嬉しい、嬉しい、こういうの嬉しいですよね。ね、嬉しい。リングってなんか集めたくなっちゃいますね。うん、かわいいね。ぜひぜひ手に入れた方はね、大事にいろんなシーンで使っていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後まで番組の方もお願いします。ワールド大スターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ、改めまして岩見真中です。長谷川育美です。はい、なんか実はね、そうなんですよ、これお便りが急に、はい、うん、差し込まれまして、飛鳥時代さんです。うん、岩見さん、長谷美さん、うん、近況トークとかフリートークが聞きたいですなんか悲しみを感じるなんか悲しそう。飛鳥時代さん、近況トークっていうのはね、確かにもういつからやってないんでしょうね。全くしてない。最近もうそういう場合じゃないぐらいにもりもりだから内容が、はい、そうですね。そう、フォトジェニックもあるし、開けごま、開運開けごまするし、なんだっておまけに流れるし、そうなの。なんかどうですか近況。あ、ありますよ私、うん、あの中学時代から仲のいい、うん、本当にマスコットのように可愛くって可愛くって、うん、なんか可愛いってやっていた友達がついに車の免許を取りました。あら、大人だ。そうです、もう一気に大人に見えましたね、うん、で御殿場の方に、あら、
連れて行ってもらって、いいね、はい、アウトレット行ったりとか、うん、有名なハンバーグ屋さんで食べたりとか、うんうんうん、もう楽しかったですね。いいね、うん、なんかいいね、みんなこの忙しいと思ってるさ、やっぱこうやって声優さんがさ、ちゃんとプライベート楽しんでるって話聞けるとなんかホッとするよね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？心配ないんだけど。でも私はちょ最近ね、ここ最近が一番ちょっとバタバタしてて、あんまり人と遊びてなかったんだけど、この間ちょっと本当に3時間ぐらいだけその友達のお家に、初めてその子の初めてお家お邪魔して、手料理作ってくれてさ、もうさ嬉しい、なんか人が作ったご飯って食べることなかなかないじゃん。え、涙出てきますね。実家以外です。そうそうそう、あったかさに本当に嬉しくて、ハンバーグしかもね、なんかもう盛り付けを見てほしい、見たい。もうなんかみんなには見せない、個人的なあれがある。そう、え、すごい、超おしゃれでしょ。これなんかもう平たい黒い皿、はいはい、丸いちょっと大きめので、ちゃんとブロッコリーとか人参を添えてくれて、でこっちこっちサラダ、そうトマトに上になんか揚げ、わざわざナスを揚げてくれるのよ。あんた揚げなくたっていいよ、そんな私そんな手間かかるじゃんと思いながらもナスを揚げてくれて、でもナスこれを絶対作りたかったので、でもナスを買うの忘れてたらしくて、なるかわいい、やばい、ナス可能性だって、もうナスだけウーバーしてた。え、ナスだけウーバーできるんですか？届いて、私も家ついてたから、うん、私がはいって言ってウーバーです、うん、ありがとうございますとか言って玄関からってあげたら、ナスがポトってなかなかナスだけ運ぶことないでしょ、ね、ないでしょ。でもそこまでして、ね、手料理振る舞ってくれたんです。いや、いいですね、もう本当に幸せでした、うん、いや、もう休んでください。そこはキュッてなってただけで、そうそう、そこはたまたまね、ねえ、そうそうそう、 でもいいですよね、そういうなんか日常があるだけで、そこに日常があるだけで、そうそうそう、ハッピーになりますからね。やっぱりいいな、うん、なんか手作りってさ、ウーバーしたご飯ももちろん美味しいんだけど、うん、やっぱ心がすごい満たされる感じね。わかります。いや、そんなことしてました。そんなことしてたんです、はい、実はそうっていう話でしたっていう近況がございましたということで、はい、はい、続きましてわらじネームからわささんからいただきました。ありがとうございます。ようみさん、はせみさん、こんばんは。こんばんは。先日ココナと静香のプライズを取りに行き、その帰りにキャラポップアップストアにも行ってきました、うん。私はクレーンゲームが下手なので、得意な友人を引っ張り出して協力して取ってもらいました。無事ココナ静香とも、獲得することができました、ポップアップストアではガラポンで1回でココナのブロマイドをゲットできて、お二人の開運パワーのおかげかなと勝手に思っています。いただきました。もういつ、あ、ご写真だ、撮ったやつね、かわいい、わあ、この子たちです、ね、この子たち、あ、ココナちゃん好きなのありがとう、ココナちゃん好きなのありがとう、すごいやん。もうこれも開運開けごまのおかげですかね、うん、そうですねアピールしていく、ね、もう一枚ありますね、わらじネームパッチムさんからいただきました。ありがとうございます。ヨミさん、セミさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。キャラポップストア初日に行ってまいりました、うん。フロアは楽曲が流れていたり、限定グッズがたくさんあったり、先日のライブ衣装が飾られていたり、そうだワールド大スターでいっぱいな空間で素敵でした。劇団電機のディスティニーガラポンにて見事 A 賞を当てることができ、推しの八重ちゃんをお迎えすることができました。またバッチもココナ静香カトリナを当てることができました。すごい、戦利品の写真を添付しておきます。わらじの新グッズもお待ちしています、わらといただきました。こちら、わー、かわいい、超いいな、うわー、かわいい、いや、素晴らしいですね、素晴らしいですねってか、まあ、やいちゃんが素晴らしいですねってなんかやいちゃんのめちゃめちゃ可愛い、これなんだろうね、スタンドの前にやいちゃんの素晴らしいですねっていう、そう、これなんだろうね、これなんでしょうね、多分アクリルなバパンみたいなあれですよね、うん、可愛い、ダブってる、ダブってるね、静香がダブってる私たちならできる静香ちゃんがダブってますが、ダブってますけど、素敵だ、いや、エンジョイしてくださって、なんかね、私も SNS に、うん、あの衣装飾ってありましたみたいなの、うん、そうそうそう、ね、あのイベントでね、ライブできた、あれはまなかちゃんバージョンの衣装が飾られてますね、うん、もうなんかちょっと照れくさくって衣装が、自分が着たやつが飾ってあるの
あ、このサイズ感か。私結構ね、がっちりしてるから、え、なんかバレちゃうとか。え、ちょ、バレちゃう骨格がとか思って。そんなにはね、そんなには。でもなんかあのね、うん、青地にさ、うん、ここピンクの紐になっててね。そうなんですよ。ね、可愛くて。そうそう。あのココナちゃんだけここが色が違うんですよね。うん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 、あの生地の色が。だからなんかそういうところもね、近くでね見ていただけたらなっていう気持ちと、グッズもたくさんねありますから、うん、ありがとうございます。嬉しい、見ていただいた皆様、はい、うん、じゃあそんな感じで、はい、はい、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしてます。ではここで1曲お届けしたいと思います。カトリナグリーベル CV 天木サリーでファンウェイ。ここからはこちらのコーナーです。開運開きごま運試し、やった、いただきます。はい、大根食品さんが販売する開運開きごまという商品をフィーチャーするこちらのコーナー、受験生をはじめとした皆さんの運が開くように、私たちがごまを食べて元を担いで運試ししていきたいと思います。よっしゃ、今週もごまを使ったメニューを食べていきたいんですが、なんとですね、はい、リスナーさんからもアレンジレシピがたくさん届いておりまして、ご紹介いたします。ラジオネームいつはさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まなかさんといくみさんにおすすめなごま料理を紹介します、うん、きなことごまのハニートーストです。あ、もうごまと きなことはちみつをペースト状に混ぜて、食パンに塗ったものをトーストします。きなことはちみつの甘さ、ごまの香りが合わさって幸せ、小さな幸せを味わえますといただきました。もう切れそう。いや、逆に切れそう。もううますぎて、すでにもう美味しいんですけれども、ということで今回のメニュー、きなことごまのハニートーストです。見て見て見て、美味しい、最高。いただきますか。こんなのはもう、こんな決まってますか。こんなのハッピーですよ。そうですよ。いただきます。いただきます。やった、うますぎて笑っちゃう。おいしい、最高。え、パンめっちゃ柔らかくないですか。パン柔らかい、うん、なんかこれはこのパンだからなのか、焼き方なのか。え、でもこれそんな、え、きな粉とごまと蜂蜜をペースト状に混ぜて、え、でもめちゃめちゃなんか、うんうんうん、あって、うんうん、あ、ポロって割と、うん、ごまの香りもすごい、うん、ごまきますし、いや、美味しい。なんかハニーが甘さを、うん、うん、でも蜂蜜もっと主張してくるかなと思ったけど、そんなこともなくて、マジで美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。さてさて、あ、さてさて、私たちの運が開けたのか、はい、恒例の運試しです。そっか、今回の運試しは、うん、手作りルーレット、うん、わざわざ作ってくれました。すごい、手作り感が。これを一人ずつ回して、あーあー、え、見てない見てないよ、ああ見てない見てない、何にもなかった、何にもなかった。5以上が出れば、うん、そう、一人ずつ回して5以上本当に何もなかった。5以上が出れば正解、成功です。
数字は0から9まであるから、うん、確率は2分の1、うん、2分の1勝てますよ、こんな美味しいの食べたら。ちょっともう一回食べとこ2分の1ですからね、うん、うんうんうん、じゃあちょっといいですか、ちゃ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 っとちゃちゃっとね、うん、なんか人生ちょっと立ててもらって、うん、立てすぎると詐欺みたいなことになりますか、ね、5以上です、5以上ね、うん、はいはいはい、了解です、はいどうぞ、うん、え、あ、え、え、え、あれみさん、あれ、あ、え、これ7ってことはない私目が悪いから7に見える、え、7こちらでございます、あれ7ある、7が2個ある、いや、あの1なんです、これあの1で失敗です、逆に一番ちっちゃい、一番ちっちゃい、いや私二口食べたので、うん、行きます、ういや、ちゃかちゃかちゃあれあれ、え、これ10ですよね、10なことないですか、え、あ、70かもしれない、もしかして0と1出しましたというか0あったんだって嘘ちょっと待ってよ、嘘、全然ダメじゃん、あー これなんかやっぱ、うん、この余白がいけなかったのかもしれない、やっぱもっと全部に塗りたくるレベルのやつをやっぱ食べなかったっていうところに全部塗り、うん、油断だったかもしれない、もっとペーストを塗りたくるべきだった、そっかそっか、うん、きっとね持ちやすいようにっていう、そうそう、きっとそういうところもねやっぱ撮影ですから配慮してくださってるんですよ、本当にでもただただごまと、はい、うん、このごまとハニーきなことごまのハニートースト、さ最高に美味しかったし、最高に美味しい、本当に美味しかったすいませんすいません、もう全部まあちょっとルーレットは失敗してしまいましたけれども、はい、うん、もうこのレシピはもう本当に素晴らしいレシピいただけた、はい、もう気持ち的にはもう大成功ですね、いやもう大成功です、晴れやかですよね、こんな美味しいもの食べられて、ありがとうございます、ということで今後リスナーの皆さんから、うん、ごまを使ったアレンジレシピを募集したいと思います、うん、何でも募集しちゃってね本当にです、ね、レシピを紹介した方には開運ひらけごまをプレゼントしますので、うん、お便りに住所氏名電話番号を記載して送ってください、たくさんのお便りお待ちしております、うん、はい、開運ひらけごまのご購入はごまのアレンジレシピも掲載している大幸食品さんのウェブサイトごまの心をご確認ください、また開運ひらけごまの X もぜひご覧ください、皆様もぜひ開運ひらけごまを大切な人へ送ってみてください、以上開運ひらけごま運試しでした、ワールド大スターラジオわらじ、続いてはこちら、夢捨てアルバム&フォトジェニック、このコーナーでは毎回一人のキャラにスポットを当ててその子の夢捨てないでのフォトジェニックな一枚を募集、その魅力を再発掘していきます、うん、今回ピックアップするキャラクターは劇団シリーズのカトリナ・グリーベルです、カトリナちゃん、はい、ドイツから来た演劇サラブレッドということで、はい、まあ皆さんご存知かと思うんですけれども、うん、改めて簡単にご紹介しておきますと、16歳の高校2年生両親が共にワールド大スターというサラブレッドで、元はドイツで演劇をしていたがある事件を機に、単身来日、驚異的な集中力から生み出される爆発的な演技力を武器に史上最高の演じ手を目指しています、うん、はい、じゃあもう行こう、ね、どんどん紹介していっぱい来てるから、さえさんからいただきました、ありがとうございま す, います岩見さん、はせみさん、こんばんは、こんばんは、今回は私の推しであるカトリナちゃんのお気に入りの一枚を送らせていただきます、うん、最初は半目に見えてミスったと思っていたのですが、うん、雪景色と合わさってとても優しい印象になりました、ときました、雪景色だと、いきます、似合いそう、じゃん、あー、めっちゃ優しい、優しい、なんかなんて柔らかい笑みを向けてくれるんだい、ね、なんか慈愛の表情ですね、うわいい、え、しかもサイン書いてありますよ、サイン書いてある、かわいい、かわいい、いや、カトリナちゃん雪めっちゃ似合いますよ ねいいよな、雪景色の中にいる女の子って、うん、しかもマフラー巻いて本当にかわいいよね、いやたまらない、わいい、何を見ているんだろう、うん、本当にその視線の先にいるの、視線の先、ここだかな、ここだかな、ここだかな、続きまして、ラジオネームちか28さんからいただきました、ありがとうございます、岩見さん、長谷川さん、こんばんは、こんばんは、
カトリナがよくツンデレデレデレキャラと言われますが、うん、舞台の上に立つイケメンカトリナもぜひ見てほしいです。ちなみにこの衣装のカトリナからサインもらった時の仕草も最高すぎてドキドキが止まりません。うん、来ました、行きます。はっ、わー、やばい、わー、何を持っているの、これはなんだ、これか、何を持ってるんだ、レアカードじゃない、超かっこいいんですけど、プレミア手元が光ってますけど、いやいいですね、アップスタイルというか ね全部ね上げているカトリナちゃんも、うわかっこいい、キリッとして、ね、前髪巻いてるんだ、ほんまや、いい雰囲気全然違う、ね、やっぱカトリナちゃんって姿勢からちゃんと作るじゃないですか、うん、役柄とか、ね、なんかそういうのがね続きまして、おここからネタですって、わらじネームキリマンジャロキリマンジャロさんからいただきました、ありがとうございます。ヤミさん、ハセミさん、こんばんは。こんばんは。今回このコーナーで推しのカトリナがピックアップされるということで、人生で初めてラジオにメールを送らせていただきました。僕が送らせていただくフォトはこちらのドアップもちもちグリーベルです。何ですか、いきます、これ、わかります、私この良さ、本当にこれはちょっとわかります、やばい、いやこれはもちもち、これおもろい、カトリナちゃんもちもち、一瞬わかんないもんな、カトリナかどうかは、めっちゃわかります、若干ちょっとこの若干下から狙うのがね、うん、いいんですよね、絶対カトリナ不本意な角度だよこれ、いやでもはぁって言ってるもん、いや本当だ、ここで大成功だね、お前だ、ココナが撮ってるぞこれ、大成功だねやるじゃん、やるすごいねすごい、かわいい、かわいい、これかわいい、ちょっと全然また方向性の違う、ちょっと本当私これ好きです、これいいね、これいい、いやこの角度最高ですねちょっとちっちゃい幼児の頃なのではみたいなぐらいの可愛さがある、もうあの前髪1ミリも、いや1ミリも前髪って大事なんだからねめっちゃいいやん、いやかわいい、かわいい、あここまでですか、はい、ということでね、大ヒットでしたこれ、いやこれよかった、なんかまた新たな角度の、待ってください、これサインは後付けなのかしら、本当だ、本当だここにサインがある、もちもちの本命のところにカトリナグリベル、後付けなのかしら、どうなの、これは機械がねえベストショットだ、ベストショットだと思ったのかも、いやもうこれちょっと謎は深まりますね、ここの、間違いないですよ、ありがとうございます、皆さん、次回はカラズモリ大国をピックアップいたします、うん、そしてその次の週3月7日の放送では、うん、アキルカミラをピックアップします、うん、さらにその次の週3月14日の放送ではワンシュエをピックアップします、うん、それぞれのキャラクターの素敵な1枚ぜひ送ってください。以上、夢捨てアルバム&フォトジェニックでした。ここでワールドダイスターからのお知らせです。劇団ごとのアルバムが好評予約受付中です。第2弾となるエデンのアルバムフェイスインエクスプレッションは2月28日水曜日に発売いたします。対象店舗で購入すると劇団ロゴアグリルスタンドが特典としてついてきます。ぜひご予約ください。さらに第3弾となる劇団電機のアルバム出会いエクスマキナも4月24日水曜日に発売決定いたしました。こちらも対象店舗で購入すると劇団ロゴアクリルスタンドが特典としてついてきます。エデンのアルバムと合わせてこちらもぜひご予約ください。ワールドダイスターキャラポップストアがアトレ秋葉原2階で3月17日日曜日まで開催中です。夢捨てのさまざまなイラストを使用した新規グッズ販売や必ず景品がもらえるミニゲーム劇団電機のディスティニーガラポンを展開します。ぜひこの機会にワールドダイスターキャラポップストアにお越しくださいね。またカトリナのプライズフィギュアが全国のクレーンゲームに登場します。カトリナらしい自信にあふれる表情などこだわりの詰まったフィギュアとなっておりますので、ぜひチェックしてお買いください。はい、はい、さらにテレビアニメワールドダイスターのウェブポンクジメイトが好評販売中です。シリウスメンバーの B2 タペストリーやレカアクリルスタンドなど今だけしか手に入らない豪華景品が盛りだくさんです。2月25日までの販売となりますので、貴重なこの機会をお見逃しなく。詳細は公式ホームページをご確認ください。
そして夢捨て特番ボリューム5の配信が決定しました、うん、今回で5回目の配信となる夢捨て特番、今月の出演者は猫足つぼみ役芹沢優さんと筆島しぐれ役吉岡麻也さんです。配信は2月27日火曜日20時より公式 X と YouTube 公式チャンネルにて配信予定です。ぜひお楽しみに。はい、次にゲームイベント情報です。現在転生したらスライムだった剣とのコラボイベント、ギャルからオタクに転身してみた剣が開催中です。簡単にあらすじをご紹介します。不思議の国のアリス公演の少し前、電気に馴染んできたカミラは自分がいわゆるオタクではないことを気にしていた。しかしひょんなことから転生したらスライムだった剣を見てみることになり、カミラが小さな一歩を踏み出す特別なコラボイベントとなっています。コラボカバー楽曲にはアキルカミラ、 CV 若井優希さん、白丸美と CV 近藤玲奈さんが歌うテレビアニメ転生したらスライムだった剣のオープニング主題歌ネームレスストーリーと、モトスとは CV 赤尾光さんが歌う同じくテレビアニメのエンディング主題歌アナザーコロニーが追加されています。そしてイベント内ではイベントポイントを交換することでミリムの衣装を着たモトスとはのアクターカードが手に入るチャンスもございます。またその他天スラキャラクターの衣装を着たアキルカミラ、白丸ミトが入手できるコラボ限定アクターガチャや、天スラのキービジュアルを再現したポスターガチャ、天スラキャラクターの姿になった千住いろは&猫足つぼみのオリジナルポスターがゲットできるコラボ限定ポスターガチャも登場。さらにテンスラキャラクターのコラボ衣装も登場するなど内容てんこ盛りでお届けしております。最後にテンスラコラボに合わせてコラボ記念ログインボーナスも開催中です。期間中に5日間ログインすると最大で無償劇ジュエルが3000個ゲットできます。イベントは2月27日火曜日まで開催しております。ぜひゲーム内でチェックしてみてください。以上ワールドダイスターからのお知らせでした。ワールドダイスターラジオわらじ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8000に文化放送ワールドダイスターラジオわらじまで、メールの場合すべて小文字でわらじ @joqr.net、 waradi@joqr.net まで送ってください。また番組公式 X が稼働中です。収録後の写真もアップされますので、ぜひフォローしてチェックよろしくお願いします。さらにこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。さらに4月14日日曜日に科学技術館サイエンスホールにて番組イベントの開催が決定しました。現在チケット抽選受付中ですので、ぜひご応募お待ちしております。はい、ということで今回放送をお送りしてきましたが、はいねね、まあ久々の近況トークなどもありつつ、確かに次回はほら、次回ゲスト回ですから、リンさんがねご本人ね演じてらっしゃるご本人に見ていただけるということで楽しみに待っていただけたらと思います。お別れの時間になりました。この時間のお相手はワールドダイスター大鳥ココナ役の今見真中と静香役の長谷川育美でした。バイバーイ。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りしました。わらじのおまけ。私もそれやろうとしました。二択でした。合唱。はい。ワールドダイスター大鳥ココナ役の山見真中です。静香役の長谷川役です。こちらワールドダイスターラジオワラジのおまけコーナーなんですけれども、はい、こちらメールが届いております。ご紹介していきます。ワラジネームあちらのお客様さんからいただきました。あ、そちらの山見さん、長谷美さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ワラジイベント第2回決定おめでとうございます。ありがとうございます。
早速先行抽選に応募しましたので、うん、2月末の結果発表を楽しみに待ちたいと思います。ドキドキ。話は変わりますが、最近 YouTube にミニキャラショート動画が続々とアップされていますね、うん、私は小読みさんの限界オタクがお気に入りでよく聞いています、うん、しかしメールを書いている今現在、ココナと静香が追加されていません。 MV 並み過去3分ぐらいの長編を制作中なのでしょうか。時間がかかってるから出せないってことですよね。それで3分ぐらいなんでしょうか。こんだけ待たせたらその長さ来ますよねみたいなことですか。嬉しい、ね、気にしてくれてる、あちらのお客様からね、あちらのお客様はやっぱ上がってないことに気づいてくれてるってことだから嬉しい。でもなんかあれです、はい、もう静香はね、実はそうなんです、この収録段階ではね、そうなんです、上がっています、先ほど上がったんだか、うん、上がってまして、ね、つい最近上がってました。 TikTok で上がってましたね。そう、 TikTok の方ね、なんかめちゃこうあわっとしたところからスタートして最後エモでしまう、エモでした、エモ締めでした。素晴らしい。でココナも、うん、この今この回がアップされている時には、はい、一応予定では出ているはず、はい、そうなんですよ、はずなんですけど、うん、まあ、出てない可能性もありますが、出ます、そう、出すつもりはあるっていう、いやいや、ココナだけ出ないことないんでそう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 、ね、でも私もなんかどの部分がねピックアップされるのかすごい楽しみなんですけど、ね、そう、あれね、うん、短くね魅力をまとめてくれてるから、ね、かわいいよ ね、 いいよね、ミニキャラと一緒に紹介されていて、ありがとうございます、気づいてくれてでは続いて、うん、武藤さんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんばんは。こんばんは。先日東京にたくさんの雪が積もりましたね、うんうん、こんなに雪が降っているのに何もしないのはもったいないなと思い、うん、庭にみかんを投げてみることにしました。なぜ凍っていたらいいなと思い、次の日にウキウキでみかんを取りに行ったのですが、うん、残念、ただの冷たいみかんでしたYouTube 上では雪を使ってシャーベットを作っている人を見かけたのに、なんでできなかったんや。お二人は雪でこんな遊びをしたことあるよとかありますか、ぜひ教えてくださいっていう、ちょっとアホの子からいただきましたなんかいいですね、なんか脳がこう子供の発想というか庭にみかんを投げてみることにしましたならん、そうはならん。え、でもなんかしかも埋まってない、埋まってないからですよ多分これだから本当にさ、本当に投げたんだろうね。普通だったら凍らせなかったらさ、こうやって置いてこうするじゃん、はい、ポーンだからしかもなんかちょっとあるこのただの穴が気になりますね。この穴なんだろうね、これもすごく穴だけどね。確かに。え、でも私思ったんですよ、今回の雪、うん、雪降った日意外とあったかかったですよね。私家出なかったの。あ、そうなんですか。あのライブした次の日だったから、うん、かかかもうお休みで絶対に家から出てやらないと思って、そっか、ずっともうじっとしてて、うん、で夜親と電話してて、うん、そっちも雪やばいんじゃないって言われて、うん、そんなわけないでしょって言って、雪降ってるわけないじゃんってパッて見たらめっちゃ積もってるってなってまあ降ってるみたいにニュースで言ったらチラッと聞こえたけど、そんなに積もってると思わなくてえ、窓すら見なかったですか。そう、朝でもあのお昼ぐらいに一回見たの外、その時は積もってなくてまだちょっと雨ぐらいの感じだったの。ああ、みぞれみたいな。だからそんなわけないじゃんって思ったらめっちゃ積もる。いや、積もりましたね。でもなんかすごい雪だからもうかじかむみたいなの想像してたら、うん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 、そんなになんかあれコナだったっけ雪の日って感じだった気がしますけど、どうでしょうか。寒かったですか。寒かったそうです私の問題でした。そう、ね、雪、こんな雪遊びしたことあるよ。あー、雪遊び、雪遊び昔やっぱもうダイブはねしてたけどね。いいな。した昔って結構地元も積もったりしてたから、そっか、バーンってダイブはよくしてたけど、でも最近は1月に北海道行けたから、あ、そうか、そう、お仕事でめちゃめちゃ雪積もってて、もう深夜の2時半に雪だるま制作しました、ね、寝てください深夜2時半もうめちゃめちゃ楽しいなんだ、いいな、楽しそう。やっぱサラッサラで、いや、いい、もうなんかいい、だからちょっとテンション上がんなかったんだよね東京の雪。ああ、もう最近本番というか北海道の雪を見てしまったせいでそっか、なんかふーん
もうちょっと上ランクを知ってしまった人みたいな感じで、そうそうそう、あんたそんな感じなんだみたいな感じで見てた東京前こんな感じだよね、全然触んなかったもん私次の日も積もってたけど、私も触んなかったです。いや、もう私全然雪遊びした記憶ないです。なんかね、うん、してないです。わかんないけど、したことあるかもしれないけど。じゃあ今度降った時はぜひみかん投げてみてくださいみかん投げようと思います、うん、はい、そんなところで、はい、じゃあまたね、バイバイ元気で